踊りフラ、日本ではフラダンスと言われてますけれども、このフラの基本ステップの一つ、カオというステップをやっていきたいと思います。ぜひこの動画でカオをマスターしていただいて、お気に入りのハワイアン音楽に合わせて癒されながら踊ってみてください。では行ってみよう。では具体的な説明をしていきますね。重心を低くします。重心を低くするために膝を曲げます。膝とつま先は同じ方向になります。左右の足に体重をここに乗せ替えていくんですけれども、まるで自転車をね、こぐかのように、こう交互に体重を乗せるときに膝を後ろに押していきます。そしてその押したときに上に伸び上げるのではなくて、このヒップを左右に動かすことによって、この伸びた分を出してあげる。これがフラの基本的な動きになってきます。